良部島に雨に変わってぶつ切りのカツオが降り注いだ。宮古島市の伊良部漁協は9日、伊良部島の皿浜漁港で海人祭を開き、ぶつ切りのカツオを振る舞う大盤舞を行った。集まった人たちは段ボール箱や金属製のボールを頭上に掲げ、我先にと岸壁に放られる切り身を求め、港内は大いににぎわった。皿浜漁港では例年、海人祭以降にカツオ漁の本格シーズンを迎える。カツオの水揚げは県全体の約7割を占めるなど、カツオの一大産地となっている。大盤舞では1500キロのカツオの切り身が提供された。大盤舞が始まると大漁旗を掲げた3隻のカツオ船に乗った漁業関係者が切り身を来場者に向かって投げる。多くの切り身を効率よく受け止めるため来場者は工夫を凝らす。切り身と一緒に飛んでくるカツオの力着衣を守るため雨具を活用し臨んでいた。袋に入った切り身を片手に男子児童はいっぱい取れて最高、煮付けにして食べたいと満足げだった。世の中でいっぱい釣ってくるんで、その分また世の中の人たちが食べてくれるように、食べてくれたらまた嬉しいので、自分たち漁師もまた頑張りたいという気持ちになるんですよ。伊良部島のカツオは特に美味しいので、またぜひ食べてください。よろしくお願いします。Thank you.